おはようございます。おはようございます、今日はですね、これから大阪に以前コロナのウイルス対策って言って機械を持ってきてくれた子がおると思うんですけど、そこが今日ね1万枚のマスクを用意してくれた。なんか中国とやっぱ関連があって中国から入るってことで1万枚のマスクを仕入れてくれたんですよ。もちろんお金払って買うんですけど、視聴者のこれ動画にしたらさ、だったら一般の人に配れよとかなんか言われそうだけどだけど実際これ、うちの社員だ協力業者だって、1人、50枚ずつ、ほんで多分2回目も渡さなあかんってなると、100枚ずつぐらい準備すると1万枚でも結構足りないんだよね、はい、自分たちのね、身内からって言ったら申し訳ないんですけど、そこから準備してるってことなんですよね。ちょっと生徒先生と3時間ぐらいの旅になるね。そうですね。じゃあちょっと僕たちおじさんコンビの旅をお楽しみください。コンビニもついて、いろいろ仕入れましたよ。やらの斉藤先生の相方、お茶だけですけど、これちょっと旅行気分って言ったらなんですけど、もちもちとか、これはやからの斉藤先生が眠くなった時をこれうまいのでしょ。でお茶買って創建みたいです。あとね、いきなり俺も来なかったから留学さんね、朝8時ですよ朝8時よ、乗り切ったのかなと思って、ちょっと行こうと思います。まっすぐ高速です。ちょうど高速さあ、マスク1万枚ね、1万枚を手に入れる旅ですよ。大阪まで行きますよ。視聴者の皆さん、今日は社長ぶらり旅これ名古屋西インターだ。名古屋西インター今乗りました。職人さんだったら結構乗ることも多いと思うんですけど、先生、はい、間違えちゃったね今 U ターンしてるんですよね、はい、間違えましたわ。先生がやからの斉藤がやからになれんかったですわもうでもあと1時間ぐらいで着くっていう風にナビでは一応出てますんで、ぼちぼち現場に着くかなと思います。やから先生、はい矢川先生、はい、どこですか今？今大阪です。大阪だね、もう着いたね、大阪、はい、ここが大阪の街。あと8分で着きます。視聴者の皆さん、先生着きましたね、はい、行きましょうか、はい、じゃあ、はい、ここが大阪の街か。マスク1万個1万個、マスク1万個ね、ありがとうございます。グリーンベルト用意してくれたあいつがね、動画で声だけ入ってる怪しい社長がいやいや、でも社長のとこは皆さんにね、とりあえず、うちも何ヶ月使った、1ヶ月ぐらい使ったんだ。そうですね、うん、結構分からんけど社員は結構喜んでるよな。売れとんの俺今、めちゃめちゃ売れてます大阪で、そう、はい、今介護施設もみんな売れてるみたいです。またその動画も出てますんで見立ってください、はい、お願いします。山田先生と、ここは会社上にある、上ですね、4階です。この中の4階にマスク1万枚ね、よし行ってみよう。怪しいね。なもう何、中国から何枚来たんですか？140万枚、1000万枚、10万枚、本当世の中ないないって言うと本当あるかな。いやいや、うちらそれでも足りないのか。足らないですね、はい。もうすぐもうみんな知り合いが欲しい欲しいって。そうですね、知り合いだけじゃなくて、本当に老人ホームさんとか介護施設とか、病院関係が困ってるんで、うちらはもう本当に、そういうことね、病院関係に。そうですね。で、機械も相当売れとんだ。そうですね、もう緊急事態宣言出たからもうバカ売りか、はい、すごいですね。またね、よく効果あるみたいな、みんな問い合わせの方もしたってください。はい、お願いします。こちらもほんまに1円ぐらいでつけてないと、うん、とりあえずはまずは病院優先だな、はい。動画いいですか？YouTube 大丈夫ですか？綺麗な方だな。どうぞどうぞ。あ、これマスク。はい。あ、どうぞ、スリッパ、はい。綺麗な方じゃないですか？はい、手続き、これうちの分だけでどんだけなんですか？どうぞ。この分、
この右右にこれこの右に何色番って書いてある1万5000円これ右やね1万1000円マスクこっちに直接電話して1万枚買いんだったら注文できるんですかここでできます、はい、これ動画見てはい、できます。あ、ほんと1万枚単位ね。とにかく。1万枚単位です、ね。1万枚単位だったら、うん、この綺麗な社長が対応してくれます。恥ずかしい。でも、医療系のものは扱ってるんですね、メインは。医療系もあります。はい、もう今、もう問い合わせなんかもう半端ないんじゃないですか。どこも出ないなって言ってるでしょ、うん。中国から、この間何枚入ったんですか ?140 万枚ぐらい、すぐ完売ですね。140万枚ですぐ完売。はい、次、また何枚来るって言った月は28日入る。何枚くるんですか140万枚140万枚、はい、すごいまだ月は1000万枚2000万枚、はい、2000万枚、はいまあ、その100枚200枚で売ってくださいっていうのはちょっといや本当に困ってる人やったら言ってくださいそれはもう本当に困ってる人はリアバンボの人はめちゃくちゃなっちゃうんですよ僕のチャンネル舐めとったらあかんすよヒカキンとコラボしようからねすごい嘘ですありがとうございます先生はい手伝いってカメラ回しとるぐらいだったらおらんかや今日最後になりますけど帰ってきましたねはいついにマスク店に入りましたよねえ、はい、まあ多分サムネでも入ってたと思うんですけどうわすごいねこれこれ一番前ですまああのね、問い合わせてもらってもちょっとうちも、まあ、職人協力業者だ社員だ社員の家族だってみんな配っちゃうと、まあ、一番前でも他人のじゃないかなって言っとるんでちょっとまあね視聴者の人にちょっと配ってあげるのもちょっと難しいんですけど申し訳ないんですけど、まあ、動画の中にあるように あそこの会社に1万枚以上って言ったら友達と1000枚ずつぐらいで合わせて金額の方はねちょっと俺も人によっても違うんかな枚数によって違うとかでちょっとわかんないんだけど、問い合わせ受けたら結構安く入れてくれるみたいなんで、で、本当に1000万単位で入れてるってことね。はい。コンテナで持ってきてるって。そうですね。で、大きい、なんちゅうのかななんとかでっかいフィート、なんとかフィートコンテナみたいなの、あれ目いっぱい持ってきとんだね。あ、そうですね。うん。まあ、そんなことより何より俺自撮り棒忘れたもんで、なくしちゃって手で撮っとんですけど。まあ、そんな感じです。ただマスクの自慢みたいな動画になっちゃったんですけど、まあ、そうはない。まあ、ね、みんな健康を考えて、今うちはまあ知り合いから除菌液、はい、あれも入ってねあの20リッター缶でちょっと入れてもらってるんでまあ今社員にはまあ全部行き届いたかなっていうところです、うちの社員はまだ見てないと思うこれから先にね動画から先に見る人もおるかもしれないですけど、ぜひまたよろしくお願いしますせーのまだ見てねチャンネル登録もよろしくねそれ商品紹介してなかったなと思ってまあ今1個こうやってね取りましたんでちゃんとしとる、まあ、中国で作っとるからでもなんか政府のなんか絡みでなんかどの子のことだと本当にね、まあ、向こうの僕の知り合いが多分政府となんかつながっとるくらいのなんかあこれちゃんとしとるねこんな感じだわちょっとこれがなんちゅうのなんかちょっとなんか伸びるようなやつになってるけど別にそのきちっとしとるよねちょっとピンク白かこれはい何色これちょっと光が当たるか白だよね白っすねうんちょっとなんか薄ピンクみたいな感じちょっとつけてみようか50枚ね入ってるこれ1つ50枚あ 99% ウイルス飛散カットって 1% じゃないな日本で言ったやつ 99.9 かそうっすねえ90あ中国の匂いするわなんかでも医療系のなんか匂いするね、うん、99% かとまあちょっと俺分かんないんだけど普通のやつがどういうかウイルス飛散花粉なんか日本語だねでもね中国で作ってるってでももう今日本のメーカーなんか全部なんか不安よなんだこれなんかこんなメーカーだブリーツマスクなんだ不安よ不安よまあそんな感じですまあ量分からなかったらちょっと調べてください心配だったらねまあ誰かって配るわけじゃないもんででもこれ問い合わせたら本当に1万単位でまあなかなかね知り合いで集めて難しいすごく安く入れてくれたんでまあ多分その値段は分かんないですけど枚数にもよるしまあ俺ちょっと知り合いなので知り合い価格でちょっと頼めたのもあるからまあすごいねまあその辺のネットとかああいうところに出回ってる金額とはもう全然桁外れの値段で入れれると思いますんでぜひ問い合わせてくださいまたねー
いいねをよろしくね。